産業事務次官、牧野信明の夜シ後にあたる、神奈川県出身、湘南高等学校を経て、東京大学法学部卒業。1963年に通産省入省。産業政策局長から事務次官を経て、退官後は、日本生命顧問、1998年10月から、新エネルギー、産業技術総合開発機構理事長。 昭和38年入賞組同期には、麻生る黒田直樹、秋山治、横堀圭一、佐伯義彦、渡辺光夫、高島翔など、高島明とは、初位、通算省4人組事件での人事構想も絡んだ、時間争いを演じた。これは一方で、通算省の大物議官の OB であった。 内田原稿が藤田との地熱発電事業に対する、債務保障の思惑も絡んで、対立関係にあった、牧野の時間阻止を意図して勃発したものだとも交換、言われている。後、主流派と目された、牧野、次の渡辺治が時間となった。次官就任以降も一貫して、米通商代表部との日米貿易交渉たる、日米自動車交渉。 日米半導体交渉の協定締結にあたってきた。安国に祀られざる人々、名誉なき純国の志士たちの肖像、実名、霞ヶ関 P42。ありがとうございます。